多くなってるような気はしますけどね。確かにこれ山田にも2球で追い込んで、あっとで今ダイソー源田出てきましたね。さあここはもう単独でトップに躍り出ようということでしょうか。源田ダイソーで出てまいりました。さあ現在盗塁数24個の源田です。これは来るんじゃないですかね。さあここは一つ勝負になってきますね。さあ源田も今日がラストゲームですから25個目を決めておけばひとまずますよ、ね、そういうことなんです、はい。さあこれはスタートを切ってきた。清水の送球はタッチはセーフになりました。これで盗塁王争い源田が一歩リード。25個目栗山監督はリクエスト要求です。ブランドン選手はもう源田選手が走るの待ってました。で今のもうボール球なんで振る必要ないんですけど、はい、やっぱり邪魔しにかかってますよね。お どうですか今。いやー今最初にタッチしていけばアウトなんですけど、ここですね。ここで大丈夫ですか。そこで当たってるか当たってないかじゃないですかね。もう一回いきますよ。ここでここでタッチがあるか。どうですか。これでも上からの方が分かりやすいかもしれないですね。これでここでタッチあるかというところですよ。どうですか井上さん。これは今のところフィールド上判定はセーフ。八千もボールをこぼさずにこれが分かるんじゃないですかね。ここでタッチいって、あーっとどうですか。アウトっぽいですね。アウトになりました。判定覆ってアウト。八千のタッチが早かった。清水の好送球になっています。さあこれでひとまず1個差は変わらず、